はい、ハイドンペンギンです。まずは実況プレイ続きやっていきたいと思います。ですね、アナ、新しく仲間に加わった女の子がですね、レベルが12になりました。で、PP が77、HP が62と強くなっております。で、ライフアップガンマーまで覚えたのかと、サイコシールドとかサイマグネット、サイマグネットはあれですね、あのスマブラでネスの下火かな、で、あの青いモワモワっとしたやつが出てくる、あれがサイマグネットですね。と PK フリーズ、PK ビーム、PK サンダー、いろいろ覚えましたね。ではでは、イースターに行きたいんですけど、イースターは今のところ行けないということで、ハロウィンタウンの幽霊屋敷に行きたいと思います。で、なぜここのサンクスビギングでしたっけにいるかというとですね、あの目のの釣り針で何回も行ったり来たりをしているので、結局ここが一番来やすかったというか、行きやすかったので。おばさん強いんよな。まあ、この町に来てたんですけど、まあ、正直なんかこう下手に進みすぎるとめっちゃ強い敵出てくるんですよね。よしよし、デビルドラッグはもうそんなに強くないな。あの排気ガスが一番強い。この辺で多分あの攻撃が一番強いですね。リトルソーサーか。本当はアナはあのPSI サイパワーって言うんですか、あれを使った方が強いんですけど、まあ PP をねちょっと温存したいということで打撃で挑んでおります。じゃあハロウィンタウン行きますか。レインディアには行って、スノーマンも行ったので、ハロウィンタウンですね。75ドルか。これ快速並み、地方でいうところの特急料金ぐらいありますよね。で、一応このトンネル歩いて通れるんですよ。歩いて通ろうと思えば通れるんですけど、この距離なのでむちゃくそ時間かかるっていうね。しかも75ドルぐらいやったら、多分5回ぐらい戦闘したらすぐたまるんじゃないかな。2回かな、何回か戦闘したらすぐたまると思います。100ドルぐらいやったら。で、2個目の駅かな、ここがレインデイで、レインディアか、レインディアで橋渡って、ここ、よし、踊った、ここやった。ここの幽霊屋敷をやっていこうかな、と思います。マップ全然覚えてないんですよね。とりあえずこの町のホテルの場所とデパートの場所と病院の場所をちょっと確認しておきたいんですけど、この辺の建物入れんしな。この町結構広かったと思うんですよね。下かもしかして山猫。例えば1年2年ぐらい前かな、怪盗山猫って。まあまあ食らうな、早いな。怪盗山猫ってドラマやってましたよね。あれコミック原作でしたっけ。カトゥーンの亀梨くんがやってましたけど、ここでもエンカウントするんか。バーボットはそんなに強くない。一定24か。3人にパーティーが増え、うわ、ここでも出てくるんか。シビアやな。3人にパーティーが増えると経験値がなんか3分割ぐらいされるみたいですね。この方式は多分ドラクエ3、ドラクエ2かドラクエ3
もうこの方式なんですよね。仲間を増やせば増やすほど経験値が分割されるっていう。あ、そうそう、ちょっと失礼します。忘れとった。最近キャプチャーボードの調子が悪いなって原因が分かったんですよね。パソコンの CPU のキャッシュというか、なんかデータがすごかったのと、そのパソコンの電源オプションっていうのがあって、省エネモードじゃなくってその実況用のバッテリーモードになってなかったんですよね。ただそれだけの話っていう。あれ、間違いないな。ベッドタウンか、ここもしかして。行って14か。食らうな。回復。こっちかな？道路があるのに敵出てくるんや。バーボって一発で倒せんのかな？よし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 。これホテルか。あれ、ここのホテルって入ってよかったっけ？イーグルめっちゃ出てくるやん。めっちゃスマッシュ出すし。っていうか、なんかこのゲームすごい音ちっちゃいんですよね。一晩$18。あ、これ確か止まったらこの BGM ですからね。確か宿泊したらイベントが進むんじゃなかったっけ。$18ってくっそ安いですしね。止まってみっか。確か止まったらね、イベントが進んだはず。ありがとうございました。おい、来たスターマン。フランクリンバッジはアナが持ってるので、とりあえずディフェンスアップベーター、ロイドは戦う、アナはサイコシールドかな、サイマグネットかな。サイコシールドだろ。オッケー。 PK ビーム、アナ。あ、あれ、ロイドやっけ。まあいいわ。ライフアップを穴にして、あ、飲みとしらみがある、いいや、後で使おう。やばくなったら使おう。ロイドは叩く。フランクリンバッジ持ったのに PK ビーム跳ね返さんかったな。穴は、あ、でもそうか、穴回復できるんか。じゃあ俺がオフェンスアップをロイドにして、ロイド叩く、アナは自分で自分を回復と。 PK ビーム跳ね返さんかな。跳ね返さんね。え、弱っ、え、弱っ、え、めっちゃ弱かったんやけど。これスターマン倒したけど、いや、なんかあるはずなんやって。スターマンはこのゲームにおいてキーパーソンなんですよ。パーソン、あれ人か、まあ、キーポイントなんですよね。鍵を握ってるんですよ。お、ロイドレベルアップ、体力2アップか。特になんもないんか。これ上には何があったっけな。ていうか人がいないんですよね、ここ。チェック、西ハロウィンダウンタウン、東ハロウィン住宅地。一
応ここが病院ですよね。誰もいない。受付さんおらんやん。これ先生かな。1人78ドル。7800円ってぼったくりだろ。保険聞いてないけんか。そう考えると納得するけど。そうよね、3割負担なかったとしたら納得の金額ですよね。78ドル3割負担したら、3割負担やった場合なんぼや、3かけたれんか。78ドル、まあほぼほぼ80ドルとして2400円ぐらいか。ここ病院しかなかったっけ。しかも敵が妙に強いしな。ロイドで倒してくれんかな。そうしたらおらんかったし。ここが駅か。じゃあダウンタウンの方に行かんといかんね。こっちか。お、これ人か。ハロウィーンの街の幽霊屋敷の話は聞いたかい。いいえ、知らなきゃ知らない方がいい。じゃあ聞きましょうや。誰もいない屋敷からピアノのメロディーが聞こえてくるんだってな。私は陽気な郵便屋ランラン、ローズマリーさんの引っ越し先はどこ。ローズマリー、ローズマリーって誰。ここはあれか、列車か。ここ通り抜けれる、抜けれて、抜けれるけどなんもないんか。幽霊屋敷にたどり着くまでカットかもしれんけど、いや、あえてカットせんとこうか。この子頑張って歩く主人公たちを見てほしい。幽霊屋敷はローズマリーさんのものだ。俺の家も幽霊が出るようになったんだけどさ。うさぎ小屋みたいに狭いから嫌だって出てったよ。なるほどね。ローズマリーさんの現住所を探している郵便屋さんにどうぞお伝えくださいな。それはずっと東なのよと。で、この子に話しかけて、郵便屋さんに話しかけたらもう多分何もないんじゃないかな。ずっと東なのよか。なんかイベントあるかな。うん、何もなかっただろうね。そんなゼルデンチックなことはない、このゲーム。いくら任天堂や言うても。この頃はまだね、ゼルダの伝説でしたからね。ダウンタウンのビルのあたりは、化け物がうようよでね、みんなこっちに逃げてきたんだ。ローズマリーの娘って感じ悪い。評判悪いね。幽霊屋敷に行かんといかんから、行かんといかんっていう表現って方言らしいですね。行かんといかん。まああなたって本当に素敵な方、いつまでも見つめていたいくらい。あなたならきっとあのお屋敷を取り戻してくれるわね。はい、これがあの家の鍵よ。幽霊屋敷の鍵もらっちゃった。うちの屋敷が化け物の住処になってしまって、わしらはこのところで暮らしているんですよ。幽霊屋敷か。どこやっけ幽霊屋敷って。このハロウィンの街で一番ひょうきん者が俺さ。他のやつらってなんか人気だろ。そうかな。俺自分が暗いのかもしれないな。そうなんだよ、俺も本当は明るい方でもないんだ。ふへー。
幽霊屋敷はどこにあるか教えてくれるんだけど。私はこの町の人間というよりはゲームのアシスタントなの。おっと、メタ発言きたぞ。あなたメモし忘れてることあるんじゃない？一つのヒントで1000ドルで教えるけど、払う、やだやだ。お、消えた。え、消えた。え、消えた。え、マジで消えた。あれ、ヒント屋さんっていう人で、まあ行き詰まった時にあの人に1000ドル払うと次の行き先を教えてくれるんですよね。まあおそらく今の次の行き先は幽霊屋敷なんでしょうけど、幽霊屋敷が今どこにあるのかマッピングできてないんで意味ないんですけど。あ、こっちか。おお、なんかすげえ面々やね。とりあえず1匹ずつ、いや俺がバーボットやって、他の2人が UFO やった方がいいかな。リトルソーサーか。倒しきれんか。多分こっちに行けば幽霊屋敷があるはず。山猫か。こいつらあんまり強くないね。速いだけですからね。しすぎやって。クマか。そんなに強くないよね。クマ気配を殺している。気配殺したってさ、見つかったら意味ないじゃん。賢さ4、フォース4、 PP8 か。 HP 上がらんな。 HP 上がらんのやったらさ、身の守りというか防御力上がらんとね。お、当たった。鍵がかかっている。ここで幽霊屋敷の鍵ですよ。黒。お、なんかおる。なんだこれ。甲冑 AB。 これなんか会心してきそう。ディフェンスアップ、ディフェンスアップしとこう。ロイドは攻撃、アーナーも攻撃。多分ね、主人公は大丈夫なんですよ。勝てー、甲冑勝てー。PP 使いたくないんよな。スマッシュ出ちゃったよ。お、PK サンダーとか来るんや。強、死んだし。アナがやっぱりちょっと弱いんか。ヒーリングじゃ回復確かできんかったような気がするんですけど。ですよね、ヒーリングじゃダメよね。回復の方法ないかな。足は怪しいネズミじゃありません。ピアノのある部屋。へへへ。グッズでもないしな。ヒーリング回復あったっけ。ちょっと調べさせてもろうて。マザー攻略、マザー攻略。
魔法魔法回復系かな。あ、スーパーヒーリングなんや。スーパーヒーリングじゃないとダメか。スーパーヒーリングじゃないとダメってことは、帰るのもめんどくさいな。アナには申し訳ないけど、ちょっと進もうか。進めるとこに進もうか。とりあえず上から攻める。上から攻めたら正解にたどり着いた。これもしかしてアラームゴースト、なんか仲間呼びそうな名前やな。あー、やっぱり呼んだ。28か。あ、これ永遠仲間呼ぶタイプか。倒しきれねえ。仲間呼ぶねえ。よし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 。やっぱりアナニーはちょっと早すぎたか。なんか最低でも15レベルは必要みたいなことを攻略サイトに書いてたんで、まあ、実際アナなしで来るべきところなんですけどね。ここはペンギン死ぬぞ。ヒッヒッヒ。これ正解のルートじゃね。いや、いいや、進もう。めっちゃゴースト出てきたし。一撃か。もったいないことした。するし、まあ、お前か。ゾンビってそんなに強かった覚えが。このゾンビがどのゾンビかわからんですけど。ブレインショック。ブレインショックってどんな効果なんですかね。やべ、甲冑はやばいと思う。アラームゴーストやばいな。先生で仲間呼ぶとか。とりあえず甲冑倒すか。いってー。あ、逃げたし、結局逃げたし。あ、でもアラームゴースト分のダストゴースト、ゴミ痛いな。気配を殺している。だから気配殺しちゃってさ、バレたら意味ないんよ。燃え上がった。マジか。ファイナルアタックしてきやがった。しかも全然経験値くれんし。が強いって甲冑が強いな。やっぱりよし。ゴースト軍団か。
上から行きましょうや。進めるといういやらしいシステムですね。おう、これ下行ったら、お、なんかある。マジか、傷薬か。じゃあ戻ろうぜ。めっちゃゴースト出てくるし、オートでいいや。アナはまあしゃあないか。倒されたままちょっと経験値もったいないんですけど、正直折ってもね、折っても感があるんで、したるとしたると。マジか、上も下もルートあるし、これ戻されよんかな。わからん、攻略本持ってくればよかったな。実家にあるんですよね、ワンの攻略本、ワンツーの攻略本が。まあとりあえず回復がてら戻ってみっか。ブレインショック、わけがわからなくなった。マジか。お、回復した。よし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 。ギャーって誰かの叫び声？まあホラーチックですけどね、このゲーム。なんかむやみに進むのが得策じゃない気がするんですよね。甲冑か、強いな甲冑。一発30っておかしいろ。ダメージレース負け通し。倒せんかったか。これやばいな、これ結構やばいな。嘘や、スマッシュとか嘘や、そらないわ。一旦帰りますか。厳しいねここ。逃げれんのよ。めっちゃスマッシュ出るし。つうか俺が強くなっても意味ないんよね、仲間が強くならんと。バイオコウモリ、仲間呼ぶフラグやんこれ。毒？毒らんかったよかった。だからよ、俺がレベル上がってもそんなに上手くないんやって。 PP 上がらんかったし。あれ、宝箱がある。プレゼント、わー仲間呼ぶなよ。ダストゴーストとかなんか多種多様になってきたし、ファイナルアタック2回食らうのは嫌やな。立ちは考えた。これあー、PA サイド逃げるか。次元スリップ、よし。毒消しね。
お、ネズ、ネズミ。甲冑はやばい。これはね、負けフラグ。次元スリップ。やばい、PP ない。変えれるかな。っていうか、回復あったっけ。ここ回復なかったよね、確か。メノで変える？それも一個の策やけど、ちょっと一回メノの釣り針で変えるか。サイコブロック、超能力、あ、超能力封じられるんや。へえ、そんなのもあるんやね。ちょっと一回メノで帰りましょう。メノの釣り針、やばいな。なんか対策考えんと。なんか前やった時もここで詰まったんですよね。詰まったというか、まあ、つまずいたんですよね。でマジカントで何がいいかってね、ここ医者なんですけど、ただで直してくれるんですよ。ただでね、これ全回復してくれるんで、めっちゃくちゃ安いんですよね。でもせっかくここ来たんで、ちょっとこっちの左の方の人に話しかけたいと思います。この猿は歌わない猿で、あの人は友達でいることを忘れないでねっていう子で、こいつか。僕は地面を泳ぐ猫、僕の手の中に入っているものを当ててごらん。これテレパシーして、リボン、不思議な力の湧くリボンさ、女の子にはこの不思議なリボンをあげようね。ってことでリボンをもらうんですよね。でこれ使うとフォースが4上がると。あとはここかな。強くなったらまたおいでって言ったっけ。ギターの音が邪魔で物を考えられないよ。あ、自分がギターを弾いていたのか。まあ、いったまいった。ここからの話は絶対に内緒なんだが、すっごく強くなったら俺に会いに来い。それとこのことは絶対に忘れないようにメモなんかしとくといいぞ。まだか。また教えてくれんか。何やったっけな、あんまり覚えてないですけど。ディフェンス3桁まで上がらんと厳しいかな。まあ戻りながら考えますか。じゃあ今回は全然進展しないですけど、とりあえず幽霊屋敷、幽霊屋敷に、幽霊屋敷まで行ったということで、ちょっと幽霊屋敷のマッピングをしていきたいなと思いますので、よかったら、まあ、今回はこれで終わりなんですけど、よかったら続きも見てください。ペンギンでした。